Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。ラブです。今日はちょっといつもと違うところなんですけども、今日の動画のテーマはですね、アトピー性皮膚炎という、ちょっといつもと違うメイクとは関係ないものになるんですけども、本当に今月、もう5月はずっとひどくて、この手のアトピーがひどくてですね、いろいろと私の愚痴をツイートしていたらですね、私もですっていう方も結構いらっしゃって、前回の動画 YouTube の方でもそのことをちょこっと言ったら私もですという視聴者の方もいらっしゃってですね、で今回ツイートでアトピーについての動画を撮ったらどうですかというリクエストをいただいたので、それもそうだなと思ったので今日これを撮ることにしました。また他の理由はですね、その私がすっごくひどかった時も他の人、私もですっていうのを聞くと、なんか私一人じゃないんだとか、その励ましになるというか、そういうので勇気をもらったりしていたので、動画をすることにしました。意外と多いんですよね、アトピーの方って。で、だいぶ私のアトピーの歴史というのはかなり遡るんですけども、小児アトピーがあって、それがもう幼稚園の頃かな。でもその時ってね、外見とか全然気にしない年なので、もうほったらかしでわーって遊んでたんですけども、それで一時治って、で小学校の時かな、たまに出たりはしてたんですけど、あの夏の暑い時とかね。一番ひどかったのが高校の高1の時だったかな、高2の時だったかな、それぐらいだったんですけども、もう 1,2 年かなりひどくて、もう全身も顔も首も手も足も全部に出てて、もう首なんてもうこう横向いたらもうパリって切れて、このリンパ液が出るというか、もうかなりもうこうやって片ごといかないと振り向けないぐらいひどくて、で顔ももう真っ赤で、もうあの時はですね、寝たらかいちゃうってなってたので、もう手をタオルで縛ったりとかしてたんですけども、で起きたら書いてるからすごく憂鬱になったりとかして、2週間ぐらいで8時間ぐらいしか寝なかった時もありました。なのでその時に、人間って寝なくても明日は来るなっていう、なんかちょっと深いことをその時に思ったりしてて、でもうその時女子校だったので、みんなね、もう鏡を机の上に置いて授業を受けるような感じだったので、ダメだけど、ね、その中で私すごい顔がもう真っ赤になってて、もう歯を磨く時に鏡も見たくなかったので、全部電気を消して歯磨いたりとか、かなりかわいそうな感じで私は過ごしてましたね。でその時の理由がですね、もちろん自分の汗にもアレルギー反応を起こすというちょっと不思議な感じだったので、夏にねかなりひどくなるんだけども、なので汗をかくことをができなくなったというか、これ自己防衛本能なのか、なんか汗をがかけなくなりました、その頃から。なので、夏になると熱がこもっちゃって、温度調節が、体内のね温度調節がうまくできなくて、もう熱中症にすごいなりやすくなっちゃいました。サウナとか行っても汗が出ないとかね。なのであんまりサウナは行かないんですけども、他何を言おうと思ってたんだっけな。そうその時には漢方をやったりとか、もちろんステロイド塗ったりとかいろいろしてたんだけども、結局一番のその時の高校の時のメインの理由がですね、人間関係が一番メインだったと思います。でその、人間関係がメインだったんですけども、なのでそれを断ち切りました。で断ち切ったらですね、なんとあんだけひどかったアトピーがさーっと引いていったんですよね。でやったと思って、過ごしてたんですけども、そうすると阪神大震災が起こってしまいました。で私は神戸出身で、そこに、いたので、ど真ん中にいたので、直撃したんですけども、でその時の人間にかかる、人間だけじゃないけども、かかるストレスっていうのは本当もうすごいものだと思います。で、直後、震災直後にまたものすごいひどくなっちゃって、もうかきむしってなんかかさぶたできるぐらいまでなっちゃって、いやまた戻ったと思ってたら、そのすぐ後にふわってもうすっごい、もう顔からも全身からも全部さーって消えました。
なんだろう、なんかその時はみんなから ショック療法だとかいろいろ言われてたんですけども、でそっからまあ、精神的にねストレス溜まった時ぐらいにちょこっと出るかなっていうぐらいになりました。本当に全身でひどかったのはもうその時、高校生の時ぐらいかなになります。はい。でまあここ数年ももう夏になって、夏になるぐらいかな、この5月6月に皮膚科に行くことが多いみたいで、なんか調べるとこの湿気が多くなる時とか気温の差が激しくなる時っていうのがどうも調子悪いみたいで、でまあちょっとあまりお見せするのもね見苦しいからあれなんだけど、今ね、薬を塗ったからだいぶね良くはなってきたんだけど、このね私はなぜか左手の薬指から必ずなるんだけど、こう薬指とこの小指ぐらいになって、でだんだん広がってきて今度右手にも出てくるっていうね、でもうここの手の甲とかにも出たりとかするんだけど、ほんと、ま、こんついこの間まで真っ赤になって、もうでも乾燥してるからこう握れなくて、もうずっとこうやってこれぐらいしか曲がんないぐらいもうパッサパサになってて、で皮膚もどんどん剥がれてくるしだったんだけども、でこの間皮膚科行ってね、で前にもらって違うお医者さんでもらっていたステロイドを自分で塗ったりしちゃってたんだけど、それをお医者さんに言うと、その弱いステロイドをひどい時に塗ってもなんか全然効かないどころかひどくなる時も多いらしいので、やっぱり自分でね処方されていない薬を塗るのはあんまり良くないなと、うん、思いました。で今回もらったのがまあ、メインがねこのちょっときつめのホルモン剤、外用副腎質ホルモン剤のアンテベートっていうこの小さい塗り薬で、なんだろう、半透明の、あのペースト状のものなんだけど、これを、まあ、全体的にバーって夜、1日2回かな、朝と夜に塗って、でもう一つ亜鉛化 10% 入った炭軟膏塩絵プロペトっていうのがあって、これなんかねバセリンとなんかの薬を亜鉛化っていうやつかなを混ぜてるらしくて、これすごい真っ白のペーストで、なんか半透明とかじゃなく本当にオペークな真っ白なクリームになります。でこれを夜とか多めに塗ります。保湿もすごいされる、ワセリンのおかげでされるんですけども、あとは炎症を抑えたりというかそういうのが入ってるって言ってました。なのでこのステロイド剤と保湿剤を夜こっちをたっぷり塗って、こういうコットンのね手袋をして寝てます。でもらったその晩にやったらもう赤みがバッて引いてて、あの赤くただれてたところに薄いもう皮ができててっていう感じで、もうだいぶ色が戻ってきています。はい。なので今はこれを使って、あ夜あとね錠剤で何ザイザルっていうやつとムコスタっていうものを2種類もらってます。1個はあの炎症を抑えるものなんだけど、1個はあの胃薬です。私はすぐ胃が悪くなっちゃうので胃薬もお願いしてもらっています。でこれ寝やすいっていうか、ね、眠くアレルギーに対する抗ヒスタミン剤かな、抗アレルギー剤が入っていると、まあ眠気がある、あの副作用であるので、どうしようかって言われたんですけど、私はとっても寝にくい人なのでもうぜひくださいっていうことでこの薬になりました。なので皮膚科に行ってからやっと夜中起きずに寝れるようになりました。やっともうヨーロッパから帰ってから全然寝れてなかったから、本当にそれだけでもね救いになります。やっぱり人間って寝ないと復活できないので、もうね寝るって本当に大切だなと思います。はい。まあ、食生活の方とかもねいろいろ、まあ、高校生の時とかはもうサプリとかかなり飲んでたし、漢方とかやってたけども、結局元のねその人間関係を、まあ、排除したらさっとなくなったので、私の場合はちょっと食生活というよりもあのストレス、精神的なものが、まあ、メインな理由になるかなと思います。それ人それぞれで理由が変わってくるとは思うんで、食べ物でなる方もいらっしゃるし、なので一概には言えないんですけども、まあ私の場合はそうなります。もうすぐにね人からの何この人との関わりでネガティブなことを真に受けてしまって
それを抱え込んでしまうという すごい見た目ではね、さっぱりしてそうとかすごい言われるんですけど、実は全然真逆で、人って見かけにはよらないというね。まあお酒も飲みそうってもう 100% 言われるけど全然飲めないし、うん、そんな感じです。小心者だしね。はい、なんだろう、他にどんなことが聞きたいんだろうな。まあ一回、まあ今日はこれぐらいにしておいてですね、あの質問をいっぱい溜まったら、それに対する Q&A 的な動画、アトピーの動画第2弾を作ろうかなと思うので、よかったらたくさん下の方にコメントください。もう私がわかる限り、私の体験上のものでしかお答えはできないんですけども、はい、あのお答えしたいと思いますので、ぜひコメント欄に書いてください。みんなね、アトピーある方も一緒に頑張っていきましょう。うん、なんかね、私ほんとひどかった時って、もうほんとにもうかゆいのって一番耐えれないと思う。なんかね、かゆいより痛い方がいいので、もうかきむしった後に私は無比とか塗って、もうすごい染みて痛いってなってる間に寝たりとか、すごい体に悪いことをしてたんですけども、もうほんとにナイフで刺したいぐらいになってた。もう気が狂う寸前だなっていつも思ってたので、うん、そういう苦しみもわかりますので、うん、これはなった人しか多分わかんない苦しみだと思うので、ぜひあのお互い励まし合って頑張って乗り切っていきましょう。この季節もね、多分今みんなひどくなっている時だと思うので、はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。 Alright, thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye!